Hello everyone. Good job. I'm Mao, レイカイ大使。今日はちょっと小樽まで釣りにしに来たんですけど、なんか釣れる気配がないですね。チェンジですね。場所チェンジ。てかね、人が多すぎんだって。ダメだよこんなん。釣りなんねえわ。でも周りもなんか何も釣れてねえな。これ朝までやってもなんか面白くなさそうだから、ちょっと夜市まで移動しようと思います。ちょっとこの夜の景色を見てください。綺麗だね。あれ。どこだ。ジャスコの看板がの明かりが消えたな。Let's go.僕は海に来ても渓流スタイルで。うわ、なんかあちこちで寝掛かりしてる人いる。本気で何か釣ろうと思ったらサビキがいいのかもしれないけど、でもなんか魚は買った方が安いんだけど、まあそれでも釣りする理由はやっぱ気分なんですね。釣れた。おお、すごいっすね。やっと釣れた。マジか。なんか向こうにいた人たち、なんか若い人たちかなりバンバン釣ってましたけどね。本当ですか。なんかツイッターとかでなんか結構30センチくらいのアブラココとかなんかいるみたいな。なんか言ってましたよ。ああ。そういうも31センチとかなんかやってましたけど。でもなんか見た感じ魚より人の方が多そうですね。うまいですね。確かに人の方多いですね。いや、もう仕方ないからちょっと余市かシャコタンまで移動することにしました。頑張ってください。ありがとうございます。急に真っ暗になった。よし。さら。でもなんか釣れてるって羨ましいね。なんだかんだ言って。さあ次の場所でなんか釣れるといいなと思います。じゃあ、I will remember you forever. Goodbye.